マリオ・アブド・ベニテスはパラグアイの政治家、大統領や上院議長を歴任した。マリオ・アブド・ベニテス・セニョールとルート・ベニテス・ペリエルの間にアスンシオンで生まれる。父方はレバノン人の家系。16歳でアメリカ合衆国に移住し、コネティカット州ウォーターバリーの提供ポスト大学に進学、小学を専攻した。また、1989年に パラグアイ軍に入隊し、少尉に任官。予備役の空挺兵となった。2005年、共和国再建国民運動に参加し、政界に足を踏み入れる。後に平和、進歩運動のメンバーともなり、2005年のうちにコロラド東北党首に就任した。2015年6月には、パラグアイの上院議長に選出された。父が、アルフレド・ストロエスネルの個人秘書であったため、 アブドベニテスは、ストロエスネル独裁政権との関係を指摘されてきた。2006年のストロエスネル死去の際には、ストロエスネルに産事を送ることを、コロラド島の理事会で提案してもいる。アブドベニテスの父は、独裁政権崩壊後、不正蓄財の容疑で起訴されたが、最終的には帰却された。アブドベニテスの財産は、ほとんどがその父から相続したものである。 アブドベニテスは、ストロエスネルが国家に多大な貢献をしたと確信していると述べる一方、ストロエスネル体制下で行われた人権侵害や拷問、迫害を喚起することはないとも明言している。2017年12月のコロラド島大統領予備選挙でアブドベニテスは、 元財務省のサンティアゴ・ペーニャを56万4811票対48万114票で下し、同等の大統領候補指名を得た。翌年4月の本選挙でも46.46% 46対42.73%でエフライン・アレグレ候補を破り、大統領に当選した。当時、アブド・ベニテスは46歳で、ストロエスネル体制崩壊後のパラグアイの、 大統領としては、ニカノルドゥアルテと並んで、最年少だった。2018年12月3日、安倍晋三が、日本の総理大臣として、初めて、パラグアイを訪問し、アブドベニテスと会談、日本が、医療機器を供与することなどで合意し、インフラ協力に関する文書の署名式に出席した。その後、現地の日系パラグアイ人と懇談を行い、安倍晋三総理大臣は、 日本とパラグアイは地理的な距離は遠く離れているが、心は近くに感じることができる。日本は常に皆さんと共にあることを忘れないでほしいと呼びかけた。これについて MBS、BSN、TBS BS は両国とも日本からの移民の多い国で、このうちウルグアイのバスケス大統領との会談では牛肉の相互輸出を解禁することなどを確認しましたと報じた。 ファティマ・マリアディアス夫人との間に2子がいるが離婚。シルバーナ・ロペス・モレーラ夫人と再婚し、さらに1子を設けた。ありがとうございます。